はい。っていうわけで、三笘スタメンです。その三笘が、その三笘がチャンスを作って、おーいった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 お、えーいいや、マジですげーチャンス作るな。わかりやすくチャンス作ってくれる。うわーよくそこで繋ぐなもう、レイオフの目線の合い方がすごいもんな、目線というか。待ち合わせ場所の共有というか。今度三ん中入ってきてるんですね。あー。 三笘怒られてますね、みんなに。<laughs> ラララにも外に張ってるトロサールにも怒られてました。絶対サイドだろ、みたいな。やっぱね、今んとこ三マの中のプレー苦手というか、そんなにね、プレーメモリーが多くないですからね。こういうのも覚えてうまくなるんだろうな、三マだし。いや、ほんとそうよ。レイオフってあれですね。前向きの選手を使うパスの音ですね。自分より後ろの選手っていうか、この平行以下の選手に落として。いや、レイオフうますぎだろ。 ちゃんとちょっと内側でエストピニアン受けたから外の三笘相手。三笘の方使ってくれ。わかるけど。わかるけど、そこ狙うの。エストピニアンにこれできるようにさせてんのがすごいけどな。マーチの外側走っててきたおええいいサッカーするな普通に三笘いなくても見れるサッカーしてくれるもんね。オーバーラップしてコース開けた感じになったでしょう。 ボール持ったときに、マカリスターだったらボールの出し先見ちゃって、他の選手のプレーの難易度上がるところをコこるよは、ゆっくりボール持って、あの相手見ながらプレイするんで、受けての難易度が下がるんですよね。ちゃんと整体入れながらこういう風に。ゆっくり持ちながら自分に引きつけて渡してみたいな。で、パスコースの取り直しもすごい早いし。エストビニアンがもうちょっと寄ったらいいんだけどね。エストビニアンがペナ幅ぐらいに寄ると三マに対してのパスコースできるんだけどね、自分が受けて。あ、ごめん、マカリスターじゃなくてウェブスター、ありがとう。 でも落下地点はあんま得意じゃない。セリアへないわけじゃないんだけど落下地点を目測つけるのはそんな得意じゃないです <laughs> いや。このエストゥピニャのオーバーラップ邪魔な可能性はあるけどな。おーオンゴール縦行く選択肢なくされちゃうっていうかね。まあ、今だと、まあ、2対1になってたから一応それを1対1にしてあげるっていう効果あった。まあ、ここで1対1だったらあれだけど2対1になってるからもう1回1対1にしてエストゥピニャやっぱオーバーラップはいい、ね。<laughs> 本当、古き良きって感じよね。邪魔というか、三笘が抜けれるところ上がるから、三笘のいいところ取ってそうそうそう。なんだけど、今の場合2対1になってたから、まあ、エストピアン上がることによって、それが2対2になって、2対2っていうのは1対12つだから。三笘がしてる1対1よりも高い位置で、エストピアンがしてる1対1の方に預けて、まあ、クロスそのまま上げれるスペースだったから上げてって感じの得点でした、ね。だから、たぶん、それたまたまだから、今後も三笘の1対1に任せればいいところ、エストピアン上がってってって、 ミトマの反発ステップからの盾っていうのが消されるって現象は起きるでしょう。さあ、マイナスのミトマに。ああヘディング苦手。下から上やっちゃったもんで、ね。でも、ここでのね、かわし方上手かったっすよね。これで奥行くぞって見せかけて相手が目切ったら止まって手前でみたいな。むっちゃイメージ通りだったから、だからこそ悔しいだろうね。うん、ゴロで来ると思った可能性もあるよね。そうそう、苦手な人のヘディングの外し方。ミトマだとこれもうまくなるんよな。 足元の方が引っかかりやすいからね。別に今クロス上げた人の判断が浮き玉でも別にそんな悪くないと思いますけどね。ただ三笘のヘディング苦手ってキャラクターまで交流しなきゃいけないっていうそういうハードルで見るんだったら悪い判断なんだけど。うわ、すごいな。よく失わないな。いや、三笘エグ。ちゃんとオフサイドかかんないようにしてワンタッチを戻せるか。うわー、惜しい。ちゃんとこのサッカーの中で機能してるからすごいな。 しかも一番個人技で打開してるっていう <laughs>。この力で剥がしてるのが日本人ですからね。いや、ブライトめっちゃ見て,て楽しいよね。いいサッカーしてるよね。本当にいや、面白かったね。いや、本当な。ワールドカップだけど終わんないでこれみんなに見てほしいよね。あでもやっぱ、三笘は効果というか、時間帯もあって3600人も来ててね。うん、やっぱ落下して入ったり、ヘディングの制約得意じゃないっすね、三笘。やる気ないように見えたもんね今ね。これ失点したし、結構三笘のせい。 ロングボール三笘に蹴るのやめた方が良さそうですけどね。三笘がなんかあれですね、その、中央入った時の判断間違えたりとか、守備の、まあ、空中戦のところで緩くなったりとかなんか、だけど圧倒的な個人の質でチャンス作ってるみたいな。ラファエルレオン化してるのがちょっと不思議だね。性格は全然違うはずなのに、やってる役割、プライトのラファエルレオンになってるっていう。プレイスバックとかすごいするんですけど、今みたいにコースカットプレスで前行った後にね、 いろいろ考えた結果苦手なことに向き合わなきゃいけないけど、まだ克服はできてないって感じですからね。レオンはずっと向き合わずにね、乗りで成功し続けるから。うわーいマーチいやー、今左から右の逃げ方がね、4、3、1で同サイド圧縮してきたけど、あの相手のトップ下のアームストロングの横空いてるから、あれサイド張ったままじゃなくて、内側入って受けたから、 マーチに対してパス出せて、そこからすぐそ外上がってってあげてみたいな。これなんですよね。選手と監督の共同作業っていうか、やることはっきりさせてるから選手の質生きるんですよ。めちゃくちゃ良かったね。めっちゃよく言うとあれなんですよ。このマーチがシュートを打つときに、パスに切り替えたときに、マーチのここからのシュートに、パスに切り替えたときに待ち合わせできるように、三まにここに棒立ちになってるほしくないですよね。このシュートモーションのときにここから飛び出してって、 合わせられるかもしくはこぼれ球に点決められるかみたいなそこが今後の三笘の伸びしろですよね。もっと要求していいのにな近く行って外張ってる選手いるから。まあ突破以外結構突っ込みどころあるもんな。うん、三笘もやっぱ中入んのは苦手なんだっていう苦手なこと知れて新鮮な気持ちになりますね。攻撃最強みたいなあれだからイメージだからやっぱ中入って今どこ行ってどうボール呼べばいいか分かんないところあるんだみたいな三笘に可愛げが出ますよね。 あとフェルトマンがね、ウィング生かすサイドバックのね、やり方分かってるようなマジで。きたああ決まんないか、ミ笘マ,マジでフェルトマンは中と外のサポート完璧だから、左にもフェルトマン欲しいっすね。多分ね、右にエストビニアいて、左にフェルトマンいたら、あの、三笘とソリマチの、あのー、活躍の仕方真逆になってる可能性ある。から多分、現状だと、現状っていうか、 普通に三笘が中に入ってもいいプレーできるようになるというのが一番解決策として早いです、ね。このままの布人で行くんだったら。まだ戦術理解度が高いかって言ったらそんなことないだろうし、みどは。本当にチームの中で一番質で解決してる選手だから、この後楽しみですね。怪我とかがない限り、前説出るだろうしな、三笘から。特に相手が強くなったときに三笘の能力が必要とされるんですよ。連携で崩せないとか。 連携そもそもさせてもらえないような時に、ワンチャン三まり預けてなんとかみたいな流れ取り戻すみたいな。だこれをね、日本代表で見たかったけどね、三まに守備やらせないのがエムバペですからね、フランス代表のやり方で言うと。体感強いし、普通に、あの、あれですよね、トップスピードっていうか、ドリブルでのスピードの上げ方がめちゃくちゃうまいですよね、見笘。まあ、そのね、足のボールへの入れ方とかで工夫してるもんね、アウトサイドで触るとかね。 フェイントが加速装置になってるんですよね、三笘の場合、この踏み込むフェイントは。サイストビニアン、どのタイミングで三笘に預ける自分で行くのあーっと、合ってない。<laughs> 簡単に預けてくれりゃいいのに。いやー、絶妙に合ってーな。なんかあそこでね、普通に預けるのとか嫌だなってなっちゃうんですよね。なんかまだお礼ができそうな気するし、みたいなね。おああいや、上げるタイミングおもろいな。 いや、ピニャンはあれやるんよ。ミトマとランプティー左サイド組んだらおもろいけどなー。でも、バックのサイドバックは怖いんだろうな。